こんばんは。中1英語ですね。はい、ようやくね、声が出るようになってきましたよ。はい、よかったよかった。はい、ということでね、本日ね、統一テスト対策ということでね、過去問入ってったんですが、ちょっとね、古いというか、少し前の問題だったんで、教科書の内容がちょっとね、違うということになったんで、教科書部分は外してやりました。ですので、追加で、この3単元の S の部分ね、差し込んでいったんで、まあ、そこのところをね、もう一回確認してみてみようかなということでございますですね。やはり今回の統一テスト、まあ3単元の S、まあ、非常にこうメインのテーマの一つになるんじゃないのかなと思います。はい、ですので、やはりね、しっかり確認はしておきたいというところになっておりますということでした。はい、じゃあね、3単元の S、 ところでなんだっけということですね。主語が、はい、三人称ね、はい、主語が、あ、まあね、緑色だな、はい、三人称で、単数の時だね、主語が三人称単数、はい、そして現在のことを言う文の時っていうことなんですが、今の段階ではとりあえず私たち現在形しか出てないので、まあとりあえず三人称単数だったら、主語が三人称単数だったら、ああ、三単元の S っていうのを動詞の後にね、 S とか ES をつけなくちゃいけないねっていう、はあ、そんな話だねっていうふうに思ってもらえればいいかなということですね。さあ、そこでじゃあどんな時にね、どんな時が三人称なんだろう、単数なんだろうね。そして動詞どのようにして S とか ES をつけていったらいいんだろうね。そんなところを見ていこうということですね。はい、じゃあ行きましょう。たかしですね。はい、一人称自分です。はい。二人称相手です。You。はい、そしてそれ以外三人称なんですね。そして単数と複数ありますので、単数、一人っきりの単数ということで考えていきましょう。はい、ですから単数だね、三人称の単数です。はい、ですから動詞スイムを入れてくれということなんですが、はい、三単元の S のついた形で入れてあげなくちゃいけないのということですね。はい、ですからスイムスなんていうことで、そう、 S をつけてあげたということですね。はい、動詞の後に S とか ES をつけてあげるんです。はい、次どうでしょう。 My father。 そうそう、とにかく主語をね、もう気にしてください、今後ね。はい、 My father だから私の父。はい、私じゃない、あなたじゃない、それ以外の、そう、一人っきりね。はい、ですからその通り三人称単数ですね。はい、ですから use という言葉を入れてあげたいんですが、はい、そいつの、はい、三単元の S の形、まあこれもやはり S だけつけてあげればいいね。はい、use ですね、なんていうことに、はい、なりましたということですね。はい、 the student。 あ、 student です、 the studentね、はい、ということで、はい、スチューデンツと言っちゃったんだから、スチューデンツで単数なんだよね。はい、ですからやはり三人称単数です。あ、ですので三単元の S のつけた形でいきたいんです。ところがスタディはちょっとね、形、なんか最後変わったんだよね。はい、スタディはさ、はい、 Y をI に変えて ES。 よく出ますね、これね、 Y を I に変えて ES、 study ね、はい、studies とするやつね。はい、ですのでこれ、これでしっかり覚えてください。 Y を I に変えての ES でした。で、はい、次です。can't and bill ね。はい、主語が can と bill。 はい、can 三人称、 bill 三人称ですね。でも2人いるから三人称だけど単数じゃない、複数になっちゃってるんだね、この時点でね。はい、ですので、はい、この、今まではね、たかし、 my father、 the student、 単数だったんです。はい、ところが、はい、ここで2人になって複数になっちゃったね。はい、ですので複数だから特にここは関係ない、三単元の S の話はね。はい、ですからプレイのままでいいわけです。はい、次、my brother ということで、はい、私の兄、弟ということで、やはり三人称単数ですね。はい、ですから、was you、 はい、ね、三単元の S の形でいきます。はい、sh、s、ss、sh、ch、ox は、何やらかにやら、es をつけるというのが、なんかあったね、そういえば。そう、es をつけて、was she's でした。そして最後、the girls often。 はい、ガール、三人称。なんだけど、そうなんです。よく見えました。S がついてるんです。これ、the girls なんです。複数なんです。はい、だからね、やはり先ほどもあった通り、はい、確かに三人称だったかもしれないけれども、複数なので、三単元の S の形は関係ない。そのままトーク、原型で入れてあげてくださいね。ということでございました。
ということでね、3単元の S ね、まあ実際授業の中でやったのはちょっと前のねところだったんで少し忘れちゃったなっていうところもあったかもしれませんけれどもね、はい、主語が三人称単数の時、そして現在表す文章の中では、動詞の後に S とか ES を入れてあげなくちゃいけないね、そんなお話でございました。はい、ということで本日こんなところでございます。